皆さんこんにちは、綿菓子です。今回なんですけれども、データロボサイト7が使えない店舗さんでの立ち回り方ということでやっていきたいと思います。で、これ LINE アットの方でも結構ね、いただくことなんですけれども、例えばですね、スマホでデータが確認できない店舗さんではどのように立ち回ったらいいでしょうかとかね、データロボサイト7が使えないとパチンコでそもそも勝てないんでしょうかみたいな感じの質問だったりとか意見をいただくんですけれども、これ結論から言わせていただきますが、全然ね、そんなことはありませんので安心していただければと思います。ただ当たり前なんですけれども、スマホでね、データを確認できる方が、要はデータロボサイト7とかホールが無料で提供しているアプリを使う方が分析自体ものすごく楽になりますので、勝ちやすくなる、勝ち続けることは簡単になるということは間違いありません。しかしね、データロボサイト7が使えなくてもパチンコで勝つためのすべてたくさんありますので、そこまでね、心配しなくてもいいかなといった感じがします。はい、というわけでですね、今回は、3つに分けて紹介したいと思います。まず1つ目、パチンコで勝つための手法って具体的に何があるのっていうこと。2つ目、データロボサイト7を使う理由って何っていうこと。で、最後3つ目、これ皆さん気になっていることだと思うんですけれども、データロボサイト7が使えない店舗さんでの立ち回り方、勝ち方ってじゃあ何っていうことですね。これら3つについて説明して終わりにしたいと思いますので、最後まで見ていただきましたら幸いでございます。はい、それではですね、まず一つ目ですね、すいません。パチンコで勝つための方法って具体的に何があるっていうことなんですけれども、まあこれはね、皆さんもうご存知だと思いますし、私が過去動画で散々説明してきてますので、わかる方が多いと思うんですけれども、主にね、6つに分かれます。まず1つ目は、釘とボーダーを見て立ち回ること。2つ目、ホールの癖を把握すること。3つ目、台の挙動を意識すること。4つ目、時間帯を、確認すること。で、5つ目、設定をしっかりと頭の中で確認すること、意識することですね。それ以外にも、技術介入要素だったり、最近で言ったら U タイムパチンコっていうものが出ましたので、天井までのゲーム数を算出して期待値を求めて立ち回るというやり方がありますので、6つ目としては、天井を見て立ち回るというやり方もあります。はい。ただ実際はですね、この手法の部分、今言った6つですね、手法の部分だけ意識しても勝ち続けることはできません。メンタルの強化だったり、資金管理の徹底ですね、これら全てが、備わってですね、ようやく収支を上げ続けることができます。これに関しては私ね、過去動画で散々説明してきてますので、見ていただきましたら幸いでございます。で、話を戻すんですけれども、パチンコでね、勝つための方法として、今言ったね、6つがあります。まあ、それはね、もうこちらに書いておくんですけれども、この6つですね、まあ、立ち回り方によって意識すべきところっていうのは異なるんですけれども、例えばですね、ボーダー理論で立ち回る場合だったら、釘とかボーダーを見て立ち回る。それ以外にも、設定とか天井を意識して立ち回るというやり方がボーダー理論ですよね。で、波理論の場合で言ったら、ホールの癖を読む、それから台の挙動、時間帯をメインで意識して立ち回るというやり方が、波理論でございます。なので、あなた自身が自分の立ち回りを振り返ってみてですね、欠如している部分を補填することができれば、パチンコで勝ち続けることは可能なんですよね。はい。まあ、言葉で言えばものすごく楽なんですけれども、これが難しいからね、パチンコのみならず、その投資でも勝てない人が多いというのが現状でございます。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、パチンコで勝つための方法、手法というのは大きく分けて6つあるよということを覚えておいてください。じゃあ次、2つ目ですね。データロボサイト7を使う理由って何なのということですね。説明していきます。で、私がパチンコで勝ち続けている手法っていうのは、まあ、言わなくても分かると思うんですけれども、波理論ですよね。で、ボーダー理論で立ち回っている人は、まあ、無理にね、データロボサイト7使わなくてもいいかなという感じはします。で、波理論で立ち回る上で大切なことっていうのは、波を読むことなんですよね。波を読むことですね。じゃあ波を読むって何なのっていうことなんですけれども、分析したパチンコ台がどういう反応の時にどういったことが起こるのかとかね、あとデータを見て時間帯を意識して台の挙動を意識して確認して当たる台を選出していくわけなんですよね。はい。まあ今の話を聞いてね、そんなの無理に決まってんだろうとか、こいつ頭湧いてんじゃねえのみたいな感じで思った方もいらっしゃると思うんですけれども、別にね、そう思われても全然構いません。私自身はこのやり方でですね、毎年収支はプラスになっておりますし、あと私の LINE アットでも同じような立ち回り方をして勝っている方が複数名いらっしゃいます。というかもうたくさんいらっしゃるので、まあね、そういった方々はボーダー理論で立ち回ればいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、データロボサイト7っていうのはですね、その日の一台一台の大当たりの情報とか履歴とかをですね、事細かに表示してくれるチートツールになります。
そこで大当たりの時間帯とか連チャン数だったり総回転数、初当たりの回転数を見ることによって、統計を取ってですね、ホールの癖を完全に読み取ることができるということでですね、まあ私はあのデータロボサイズ制度を推奨しているわけなんですけれども、あのまあ言ってしまえばですね、ホールが無料で提供しているアプリで、そういった時間帯とかまで全て見れるところがあるのであれば、データロボサイズ7を使わなくても、ホールが無料で提供しているアプリを使っていただいても OK かなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでですね、あの、ボーダー理論で立ち回ってる方は無理してね、あの、データロボサイズ7って必要ないのかなと思います。私みたいに、挙動とかね、ホールの癖を把握して立ち回る、波理論で立ち回っている方は、データロボサイズ7に登録することは必須かなと思います。はい。最後、三つ目、データロボサイド7が使えない店舗さんでの立ち回り方、勝ち方って何ということで説明していきたいと思います。まあ、これはね、スマホでデータが見れない店舗さんの場合はですね、もう単純にポールに行く回数を増やしてください。もうこれに尽きると思います。自分自身の目で釘のね、開閉ですね、まあ、釘をどのように開いているのかとか、どのような状況で設定を入れるのかとか、出る時間帯だったり、出す日にちだったりとか、何に力を入れているのかとか、すべて把握する必要があります。まあ、これがデータロボサイド7が使える店舗さんの場合は、スマホでね、ポチポチと見れば、あ、この台に力を入れているんだなとかすぐにわかるんですけれども、あのデータロボサイド7とかホールが無料で提供しているアプリが使えない店舗さんの場合は、実際にホールに行ってそれを自分の目で確かめなければならないわけなんですよね。なので、ホールに行く回数を単純に増やしてください。もうこれに尽きると思いますね。ただここでね、注意していただきたい点が一つありましてですね、ホールに行く回数を増やしたとしても、あの、無駄打ちは絶対にしないでくださいっていうことですね。あの、よく言えるのがですね、パチンコ屋さんに入ったら何かを打たなければならないとか、もしくは何かを打たないと気が済まないっていう人が結構いらっしゃるんですよね。これはまあ負け組の典型的な例なんですけれども、これではですね、どの立ち回り方でも、あの、ボーダー理論にしても波理論にしても一生勝ち続けることはできないわけなんですね。時には打たずしてデータだけ見て帰るという日も必要です。全く出てないのに打ったら確実に期待値はマイナスですよね。なんでそのような状況だったらもう打たないで帰るという日ももちろん大切なことになります。なので、まずはですね、ホールに行く回数を増やしてデータを採取する必要があります。はい。で、これだけだと、土日にしか立ち回れない方とか、週に1回しか立ち回れない方、もう多分この動画見てる方の中でいらっしゃると思うんですけれども、そういった方は、じゃあ、パチンコで勝つことができないじゃん、アホくさ、みたいな感じで思った方もいらっしゃるかと思いますので、じゃあ最後にね、補足としてもう一つだけ、お話しして終わりにしようかなと思います。ですね、データロボサイズ7が使えない店舗さん、かつ、週に1回ぐらいしか稼働できない方はですね、1番でお話しした、パチンコの勝ち方には6つあるよ、とお話ししたと思うんですけれども、これら6つの項目から、自分が分析することをですね、1つか2つ増やして立ち回ってみてください。例えばですね、波理論で立ち回っている方も釘とかボーダーを意識しつつ当日立ち回ってみるとか、ボーダー理論で立ち回っている方は、台の挙動とかホールの癖も意識して立ち回ってみるとか、無理にね、その1つの手法にこだわる必要はないので、パチンコで勝てればいいわけですから、まあいろいろな組み合わせで自分に合ったスタイルを確立すること、これはね、パチンコのみならずバイナリーオプションとかでもそうなんです、投資家でもそうなんですけれども、まあ、自分のねルールとか手法を確立することがものすごく大切になりますので、はい、一つの立ち回り方にこだわることなく、いろいろなパターンで試してみるっていうのもありなんじゃないかなと思います。もちろんその立ち回り方では勝ち続けることっていうのは困難なんですけれども、まあ、それでもね、負けを減らすことができるかと思いますので、週にね1回しか立ち回ることができなくて、データロボサイズ7が使えない店舗さんで立ち回っている方はぜひね、試してみてください。はい、というわけでですね、今回はデータロボサイド7が使えない店舗さんでの立ち回り方について説明させていただきました。最後に一つだけお話ししたいと思うんですけれども、最近ですね、まあ、2連続ぐらいでデータロボサイド7について私お話ししているわけじゃないですか。でそしたらですね、あの1個前のコメント欄でですね、ステルスマーケティングですか、まあ、ステマですかみたいな感じで聞かれたんですよ。はい、全然ねステマではありません。データロボサイド7自体がめちゃくちゃおすすめのチートツールだと思ってますし、私自身重宝しておりますし、実際にデータロボサイド7を使って飼っている方がたくさんいらっしゃるので皆さんにお勧めしているわけであって、あの全然ね使えないサイトとか、それに登録しろっていうわけでは全然ないので、そこら辺はね安心していただければと思います。まあ、使っているねそのパチコ上級者の方本当多いですし、評価自体ものすごく高いので、あのまあ使いたくなかったら使わなければいいと思いますし、パチンコで貸したいなら私は登録した方がいいかなと思ったので、2連続ぐらいで紹介させていただいた次第でございます。はい、まあ、そんな感じですかね、お話ししたいことは以上となります。
ますので、今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。今回の動画も参考になりましたら、ぜひとも最後にグッドボタンと YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、私わたがしは LINE アットもやっておりますので、気軽にね、概要欄にリンク貼っておきますので友達追加してください。あとですね、私わたがしは Twitter もやっておりますので、フォローがまだな方はぜひねフォローもしてください。そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。